はい、どうも、えです。二軍なしでペナントをセースやっていきたいと思います。パート2ですね。とりあえず補強はしました。頑張って。こいつらは二軍幽閉するんで、一応二軍にいるんだけど、こいつらが消えたらもう二軍枠は使えません。もうこの一軍のメンバーだから、ロックする必要ないよな。そう思ったら一軍メンバーしかいないから結構きついよねこれ思ったよりきついな。即戦力しか使えないからな。とりあえずまあ開幕戦いきましょう。高速試合、高速試合。あ、これ大谷が先発の時、大谷が DH に入らないの。これ DH 解除はされないんだ。3番 DH 内堀になるんだ。まあいいや。いや大谷入れよ。3番ピッチャー大谷で開幕戦これでいきますか。大谷見たいなと思ったけどな、調子悪いな。では見るなら大谷でしょうね。大谷見ようか。大谷の打席やっぱ見たい。4億払ってるからな俺大谷に。違う、大谷が打者になると自分で操作、まあ、操作はしないんですけどね。ユニフォームかっこよくね、これなかなか生かしてるよな。俺史上初めて一番ユニフォームかっこいいと思う。俺がいつも作るユニフォームってクソダセユニフォームばっかじゃん。今回ユニフォーム普通にかっこいいよね。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。引っ張りに警戒した守備位置。開幕投手岸なんだ。則本じゃないんだ。めっちゃリアルじゃん。則本じゃないんだ、岸なんだ。岸追与 150AA。 一発カレーダー持ってるのか。でもパワープロで一発って得能がちょっとあれだよな。考えてほしいよね。強すぎるな一発が。アマダ入るし、パワープコナミにいたんだけど、なんでアマダを抜かない。なぜアマダをフリーのとこに入れないの。銀次オールディーかわいそう。第3球、はい、ライトニーホームラン。これちゃんとめちゃ強いにしてるよね。めちゃ強いにしてる。あー、パワフルやってたか。なんか今なんか何のホームラン打てたんだろうと思ったら、やっぱりちょっと変えますわ。後で変えておきます。なんか簡単にホームランだったからなんだろうと思ったら、やっぱりパワフルだったな。投手パワフルで打撃パワフルだったらめっちゃ打つんだよね。一回それコメント欄に書いてあって、じゃあめちゃ強いにしようと思ったら、めちゃ強いがめっちゃちょうどよかったんだよ。めちゃ強いでも打つのかこいつは。もしかしてチャンビー持ってるんでね大谷は。走ってほしいな小塚。あ、そっか、三振も持ってるのか。やば、えぐ、スローカーブ。え、いいよいいよ、粘ってこ粘ってこ。小塚走ってもいいよ。はい、やっぱいいね。やっぱめちゃ強いぐらいがちょうどいいんじゃないか。大谷が抑えてる。できれば大谷に長いイニング投げてほしい。これは犠牲フライには。オール受けた。センター平田か、田中じゃないんだ。いいね、自分で3打点稼ぐ大谷君。そして抑える、そして抑える。まだ大谷か。松井裕樹だ。松井裕樹今年活躍するのかどうなんだろうね。去年がダメだったんだっけ。松井裕樹抑え剥奪かなってたもんね。去年結婚したんだっけ。結婚してから悪くなったんだっけ。かわいそうだよな、結婚してから悪くなったら奥さんのせいにされるし。実際そんなに関係ないでしょ別に。奥さんによって成績変わるとかそんなないでしょ急激には。多少は変わるかもしれないけど、別に奥さんいなくてもそんな成績でしょ。もともと付き合ってとかやったらわかるけど、もともと付き合ってたわけだしね。付き合って成績悪くなったとかやったらまだわかるね。お、かっけえ坂本の守備エフェクト。なんだ今の。はい大谷。あ、俺パート1の時にコメント欄もしかして書いてたかもな。ちょ、ごめんなさい、ため撮りなんで。さっきパート1撮り終わったところ、パート1撮り終わって5秒でパート2撮ってるんで、もしかしたらコメント欄に書いてあるかもしれないね。それパワフルですよっていう。もうごめんなさい、間違えました。ちゃんとここしとくんで、めちゃ強いで OK。 まあ1試合ぐらい多めに見てください。どうせ勝てないんで、どうせ今年は優勝できないんでね。いや、もう高速試合はいいや。もう飛ばしていこう。
どうだろうね、どんな感じなんだろう、勝てんのか勝てないのかって見ていきたい。結構勝てる、結構勝てる、強くね、うちめっちゃ強くね、優勝できるじゃん1戦目で、ついよ、え、余裕じゃん、あ、勝った、あ、優勝したわ、あ、優勝しました、優勝しました、もう余裕だわ、もう余裕だわ。このパート2で終わります、この縛りはパート2で終わりました、もう優勝ですわ。ずっと1位だもん、だって1ヶ月ぐらい1位じゃん。5位まで落ちてきた。なんで急に、そんなことある、そんな落ちる急に。1週間ぐらいで1位から5位ぐらいまで落ちた。外国人、あ、こいついいな、3000万でダレル取ります、ダレル外国人ガチャ、外国人ガチャはダレルを取りました。一応勝手に逃げ落とされないように2軍交渉こう。私ダレルはどうですか、ドゥーン、あー、チャンス F か、春男、もう春終わるんだよな。ガンちゃん打ってる、打ってないね、2割0分か、あ、でも DH ありか、こっちか、ダレル、273、石原が結構打ってる、5番キャッチャー石原でいいか、3割6分1厘、3割1分8厘、5番ダレル、6番石原だな。大谷はライトで、投手起用法、スタミナ、調子次第、調子次第、いや、調子次第、お、いいじゃん、勝利投手でいいや。リード時、お、すげえ、守護神、中継ぎが神ってるね。配線処理。ビハインド。中継ぎがいいな、うち。ピッチャー陣がすごそう頑張ってるのか。なんでこんな勝ってるんだろう。こんな勝ってたらちょっと怖いんだが、逆に。誰の、じゃあ待って、誰の肩が2しかない。なんだ、肩2って。肩にって何、初めて見たんだけど。金本じゃん、金本智明みたいな肩してるこいつ。いや、尖ってこうか、尖ってこうぜ、肩は2でいい、肩にって遠投どれくらい投げるんだろう、8メートルくらいかな、多分肩怪我したんだろうな、肩にって絶対肩怪我してるでしょ、だって肩にって意味がわからない、肩にの、あれ、これちょっと雲行き怪しかったな。最初のあの上位は何だったんだ。トレードイライとかしてくれ。トレードイライとか全然受けるから。バカかこいつは。バカなのかなこいつは。お、八百板拓丸くれるの。絵で八百板拓丸くれるの。これトレードしようかな。あ、でももうこの、いや、どうしようかな。やめとこう。この文字軍団はもう一切使わないようにしよう。トレード要因にもしないようにしとこう。八百板拓丸欲しかったな。もう外国人はいいや、今年は。あ、やっぱ無理かな、最下位かな、きついかな、優勝はきつい感じだな。最下位争いもできないかな。まあとりあえずシーズン終盤までいきますわ。あのシーズン最後まで行くわ。で、優勝争い、再開争いできそうだったら、途中で止めますわ。よし、シーズン終了まで行きました。やっぱりね、再開争いできなかったわ。でもまあ、30ゲームなんでね、悪くないんじゃないか。順位は。51勝もしてるしね、0勝から一気に51勝ってだいぶ強くねえか。で、やっぱうちの弱点がちょっと一つ分かって、やっぱ2軍に選手を送れないから疲労が溜まるわ、めっちゃ。特にベテラン。
ベテランの疲労がクソたまるわ。それがやっぱりうちの弱点なのかなと。今年できすぎなんだよな。こいつマジ神だからな。なんだこいつは。なんだこいつは。クビになった。157キロ 1.29 で。サバテじゃん、もう。松坂も 3.77 しね。ルーキーも頑張ったしね。ルーキーじゃない、唐川か。ルーキーはダメだった。5点台だろ。メッセがダメだったら、メッセもうクビでもいいね、正直。えのきはまあ安かったからいいとして、メッセは思った通り活躍してくれなかったな。じゃあ成績見ていきましょう。エース大谷7勝10敗か。松坂もすごい頑張った。なんでこんな抑えれるのかよくわからんけど。唐川もいいね。えのきだ来ていかず、メッセも来ていかず、篠塚も来ていかず。小石90イニング長すぎ投げてる。中澤40、中澤も投げてるね。エスコも投げてる。須田も投げてる。須田60、小石がすごいな。徳永いいね。48イニング2点台ルーキーで。長川も3点台。ロドリゲスはすごい本当に。ワンワン2イニングしか投げてない。なんでこいつは2イニングしか投げてない。もっと投げろ。こいつに至っては1試合も投げてないからな。ずっと1軍にいて。雄平3割5分2厘。なんだこいつは。大谷3割2分9厘20本。3割1分24本。3割5分2厘ってどういうこと？3割5分2厘なのに出率3割8分8厘しかない。小遣いいいね。もうちょっと出率上げてほしいけどね。あ、能力も判明したんだ。ミート C も残ってる。やったぜ。ダレル。あー、ゴミ。2割2分16本。ルーキーの能力も判明してますね。内堀はキャッチャー B まで上がったか。まあまあまあ、三振持ちがちょっとあれなんだけどな。まあいいでしょう。小遣いいいね。守備があれだけど。こいつはミートがちょっと頑張ってほしいね。ミートあげないとな。篠塚。悪くないんじゃないの？徳永。まあいいよね。ここでチーム調整しないとな。本当に使えないやつは首切っていかないと新しいチーム入れれないんでね。特にピッチャー。もう思い切って首切るのもありだよね。小石あたりを。ヘッダー青山とかだな。メッセは首切る。思い切って首切らないと取れない、取れる選手も取れないんでね。いい選手がいても枠がいっぱいだから取れないってあるんでね。今、投手15の野手10人って覚えとこう。あ、でも、クビにする可能性あるか。クビにしてから考えよう、また。うまいこと挑戦しないとな。お、浅村ベストナイン。大谷もベストナインだ。浅村ゴールデングラブも両方。小塚新人を。誰だ、首位打者、ディルって。あ、雄平最短だ。金はそこそこちょっと増えたね。そのままでいっか。スカウトのところを、大学生の人に変えて OK。 ここは複数年なんでそのままで。メッセはもういらない。クビでいいです。あとここだよな。エスコ、西原とかも年俸は最低年俸で頑張ってくれ。金を作っていかないと。でもそんなに獲得できない。選手もそんな取れないからね。正直金はもうみんな期待払ってもいいんじゃないの。だってどうせ取れないでしょ。金、選手獲得するほどの金いらないから、少数制でいかないといけないな。こんな不審とかに金払いたくないしね。活躍してない選手はちゃんと下げないとな。ロドリゲスを上げていいでしょう。寺内はなぜ上がると思った。ここら辺は最低年俸でも、藤井も最低年俸でいいや。誰でも、誰も2300万で。6号でしょう。いいでしょう。一発はダメだ。一発だな。一
1000万いいでしょう。3000万3300万いいでしょう。600万、青山どうだろうな。3球種持ってるからやれそうなんだよな。投げてないだけで。松坂とか多分来年ダメなんだよ。あ、でもタイピンチ C、 タイヒタリシギ、打たれた C があるからいいのか。もう1年様子見ます。松坂小石は正直クビでいいな。5点台。あ、ここら辺は全員クビです。いや、ガンちゃんとかクビでいいな。藤井とガンちゃんクビにしよう。寺内も正直クビでいい。ここら辺もうクビにしよう。あの、野手が足りなすぎる。野手が少なすぎてクビできない。それだと寺内は必要だ。それだとやっぱガンちゃんがいらないな。ファースト、あの、ファーストがやる方もねんのか。それと藤井か。2割3分6に10本打てるか。でも守備もいいしな。ガンちゃん2割5分6に10本。うんで、早熟でしょ。ガンちゃんだな。一応寺内は守備が、ショートってあんまいないからね。ショートのルーキー取りたいな。とりあえずこれでいいかな。12メッセンジャードラフト前にちゃんとし人数の確認をしていこう。投手13、野手19。13と19ね。13と9か。9だから残り2人と、野手は13人にするって考えた。あと4人、野手4人と投手2人、野手4人か。まあ、いや、投手で16人まででいけるのかな。これできない場合あるから怖いんだよね。もし16人は15人がマックスですっていうのがあったら怖いから。ちょっと待って、ヘルプ見れるの。ヘルプ、こんな時のためにヘルプでしょ。ヘルプどこなんだ。なんだっけヘルプって。ヘルプミー。一軍枠について、ないんだけど、何人までとかいけるとかないの。投手の軍録起用について。書いてません。怖いからな。16人以上入れるの怖いから、とりあえず15人にしとこう。あー、瀬戸、あー強いね。なかなか強いな。お、いい感じの選手が結構いるね。いいね。3球種こいつとかね、掘り出し物だよね。回で取りたい。うわ、強こいつ。俺はショートが欲しいね。ショートがこいつだよな。ショートがうちやっぱ足りないから、こいつをドライチェー取るのはまあ間違ってないでしょ。おお、ああこいつも気になる。社会人ナンバースラッカー、まあ野手中心に取りたいなと。タヤ26歳だったか今。まあいっか。竹岡残ってるね。取るか。ファースト、ちょうどファーストもいなかったしね。投手2人取ったんで、あと投手2人、あと野手2人取ったから、野手2人と投手が2人、1人取りたいね。ピッチャー、まあ、3球種持ちを取るしかないよね。あー、長崎取られてるか。河野が残ってるね。あー、朝倉も取られてる。高野を取るか、森脇を取るか。
森明どれが高野だな。でここの投手一枠使っていいのかっていう高野で、いや使ってもいいな、こいつは活躍するわ。どこだ、あいつどこ行った、あいつ帰った、あいつ高野。もういいよな、これで OK、 ドラフトはこんだけだな。野手2人と投手1人か、1、2、野手2人と投手1人だな。野手2人投手1人だったら、マーさん帰ってきたな、危ない危ない、ちょ2軍に落ちダメだって。まだ投手1人、投手1人、野手2人か、あと投手1人に野手が2人、今だ25でしょ、あと3人だもんね。もしかしたら野手が2人取れるのかもしれないが、石原こうなってきたらいらないな、石原クビにするか、クビにしてよかったな。こうなってくると石原がマジでいらないな、石原取れず誰か取れないから。ここでマーさん取ると戦力外とかでも誰も取れなくなる。でお金のことを考えると、いや無理だ、無理じゃん、マーさん取れないわ、どっちみち取れないわ、金がね。キータメジャー行ったか、いいね、キータは行ってくれ、メジャー8億8000万、336に37127で25盗塁、ここで2人取れるよね。松山 B ランクか、福田 C ランク、明石 C ランクと野上直持 T 岡田、金持ち色、去年組になって今年 FA 宣言したか、よしみね。なんか特にそんなパッとしねえね、今年は。梶谷も正直微妙だよな、今宮も正直微妙だよな。なんで今宮カープにいんだ。 FA ってことあれでしょ、トレードかなんかでカープに行ったのかな、戦力外、戦力外ないよな、トレードか、トレードでカープに行ったのか今宮、もしかして1年で FA ってできないでしょ、 FA して次の年に FA なんて、1年契約だったのかな、で去年いなかったよな。取るとしたら今宮だよな、で今村取るんだったら中継ぎ先発取りたいんだよね。今村多分ランチョついてるから先発で使えない。松山取るか、松山取るか、34歳、松山衰えてるよな、衰えてくると考えて4900万なら安いんだよな松山。いや松山取ってもいいな、この金額なら取るか、どうせ野手ってあんまり戦力がいいの来ないんで松山取りますわ、5000円取ります、5000円でなかったらもういらない、獲得てか4900万で B ランクってどういうこと、カープの年俸がおかしなことになってるな、むしろ1000円取ってほしいね、石原だけ外しとこう。榎田も5点台だったからな、中澤4点台か、早熟か、34歳か、ここにちょっと外しとこう、ちょっとチラッとチラチラって外して、松坂でも正直取られてもいいかもしれないね、能力を取れてるし、ここに外しとこう、長川も取られてもいいか、ここに外したら誰が取ってくれるかな、あー金か、まあでしょうね。野手と投手1人ずつだよな、残り取るの14、12、だから野手と投手1人ずつ取れます。誰を取るかだな、亀井、比嘉、中地か、高いな、7000、マッソン、
ジョンソン、あー、ジョンソンなあ。れ、外国人はこれ2人でしか使ってない。3人か、今のところ3人だよな。モイネロ、マルちゃんかな。マルちゃんかな。よし、一枠は最後の投手の最後、一枠は誰にするか。ソンチャーホン、ノビビータイピンチビーコー、悪くないね。あ、モヤにしようかな。モヤだな、これモヤだわ。マルティよりモヤだわ。縦岡って外野戦になったんだ。三尾、沢村、先発できる人が欲しいんだよね。ソンチャーホン、ソンチャーホン取れるかな。外国人枠3人しか使ってないよな、多分。ここで積む可能性、ここでゲームオーバーとかになるんだけど。多分いけたよな、糸枠あったよなと。違う、モヤとソンチャーホン取ったら使えないんじゃん、両方。一人やばい。これ入れるじゃん。これソンチャーホン入れないよな。ちょっと待って、これは。あれ消えた。あれ、ソンチャーホンが消えた。あ、いた。これ誰か一人、トレード出さないといけないよね。外国人。だよな。これ、そうだよね。ちょ、マジダレルを、マジトレード出して、誰でもいいからダレルとトレードで、誰かをやらないといけないよね。それでは春季キャンプ後から。そう、そういうことも考えていかないか。考えていけねえな。誰でをとりあえず外して、ソンチャーホンを先発でしょ。でも誰をトレードで放出しないとうちは積むっていうわけか。え、これいつまでにあれなの、放出しないといけないの。シーズン終了までなのか、どこまでなのか。え、もうこの時点で俺積み、あ、これ積んだ、これ積んだな。終わるかも、これ積みましたわ。あの、ゲームオーバーです、これ。ちょっとこの積んだわ、終わりですわ、これ終わりです。終わった。じゃあ最初、シーズン終了までに2軍枠を空きにしたらいいっていう戦法ありなのかなと思ったけど、そうしたらじゃあ逆にシーズン中だけ取ってシーズン終了までに全員出したらいいじゃんっていうこともできることになるんで、もう取った瞬間に終わりで、もうこれで終わりでしょ。開幕までにトレードを放出したら OK にする？春季キャンプから開幕まで。じゃあ縛りの内容としては、開幕時に2軍枠がなかったらいいってことか。オフシーズンは最悪いてもいいってことなのか。そうなったらでもトレードで2人出して1人で獲得したらいいってことなんもんな。そうなったらやっぱダメだな。もう2軍枠に選手が、ちょ、いろいろやっぱ考えたけど、言い訳が思いつかねえ。なんかうまいこと言い訳して、この結構今いい感じで来てんだよ。めっちゃいい選手も取れたしな、選手もいいキャッチャー、いきなり C も来たしな、こいつも結構いいしな、こいつもいきなりいいんだよ、こいつも強いんだよな、うわ、なかなか強い。しかも浅村とか大谷とかも来たしな、ね、雄平も取れたし、もやも組み合ってるしな、これめっちゃいい感じで。松山とクソ強いのにな、マジでやりたい、なんとかして。無理だ、でもゲームオーバーです。積みました、失敗、縛り失敗で、初めての積んだ。もう一回やりますわ、一から。明日からまた一からやります。それじゃあ、バイバイ。